今では、まあ、業界の奇跡と言われる 99.7% とかテクノ事業部っていう事業部をですね、はい、立ち上げて、うんうん、今急激に伸びていってます。はい、あのもう一つの、はい、ライク社の成長事業の一つとして、はい、介護もあると思うんですけど、はい、そこはどういった始まり方と現状どういう感じになってますか？はい、あ、そうですね、介護を、まあ、始めたきっかけは、はい、自分の母親がちょっと認知症になって、どっか施設を岡本さんの、はい、見学に行ったんですね。はい、でその時にいろんな、まあ、大手さんとかやってるところを見て、うんうんうん、自分の親を入れたいなと思うところがなくて、それでやったらちょっと自分で、はい、納得するような施設を作ってやろうというところからですよね。始まりなんですね。でもその事業スタートのきっかけは、はい、きっかけはですね、まあ、これもまたあの保育と一緒で、はいはい、友人がですね、そういう友人系なんですよ。山さんの友人系案件、友人系案件が非常に苦戦してる介護事業者があると、で当時19施設ぐらいやってて、うんうん、4億5億ぐらい年間赤字が出て、で辞めるに辞めれない、うんうん、まあ、入居者もいらっしゃいますもんね。入居者もいるし、こうもう借金もあるから、うんうん、で見に行ったんです、その施設を、はいはい、じゃあ、ロケーションとか箱はいいんですけど、うんうん、例えばあの画鋲が半分取れかかってちぎってそのままとか、清掃ができてないとか、うん、まあ、お金がないからなんか壊れてるメンテがちゃんとできてないとかね。なるほどね、うん、でもあの場所が非常によく良かったので、うん、これきちっとすれば、うん、あの高評価を得られるんじゃないのかなと。社会的ニーズもありますもんね。そうなんですよ、普通に考えて、はい、で、はい、ある程度そういうベースがあって、うん、で、うん、役員の方たちとあのお話しさせていただいても非常にこう熱意のある方もいらっしゃったんで、うん、じゃあ一緒にやりましょうかということで、うん、資本参加させていただいて、うん、で子会社にしたという。先ほどあのこうちょっとお話聞いたんですけど、はい、当時入居率のところが結構劇的に改善したっていう話があったと思うんですけど、はいはい、そうですね、当社のグループ入りする直前までは 68% ぐらいの入居率だったのが、1年後に単月黒字化して、はい、今では、まあ、業界の奇跡と言われる 99.7% とか、すごほぼほぼで、施設によってはこうウェイティングされてる入居者の方もいらっしゃる状況にまで、うんうんうん、業界の奇跡、まあ、今僕が作ったんですなんかいいですね。いやでもこれ本当の話、ありえないということで、こう介護業界の団体さんのこう大きな大会とかで、なんでそんなことができたのか、1時間ぐらい喋ってほしいっていうことで、業界の奇跡に対して。そうなんですよ。でこう私みたいなあの新参者のど素人がいいんですかって、いや、はい、その介護のことをあんたに喋ってもらおうと思ってんじゃないねと。なるほどね。そんなに60何パーから100パーとか、ね、に近くできるんだっていうことを教えてほしいっていうことでお話しさせていただいたりとかはしてますね。岡本さんにここでクイズなんですけど、うん、はい、96年、はい、アトランタオリンピック、はい、日本代表が世界のサッカーの強豪ブラジルにですね、うんうん、はい、あの勝ちまして、はい、それなんていうか分かります？アトランタの奇跡じゃない？惜しい。マイアミの奇跡です。あ、マイアミすみません、ちょっと余談でした。いえいえ、本さん今新たな領域も、はい、そのチャレンジされてると思うんですけど、はいはい、建設のところだったりとか、はい、障害者、はい、あとはその外国人、はい、っていうところもありますよね。はいはい、そうですね、建設のところもですね、うん、これはあの当社が展開していく中で、うん、クライアントさんがそういう業界の方も増えて、はい、でもっとこの業界に力を入れてほしいっていうニーズから、うんうんうん、テクノ事業部っていう事業部をですね、はい、立ち上げて、うんうん、でその業界に精通した方に何人かお越しいただいて、なるほど、今急激に伸びていってます。はい、外国人領域もなんか、はい、そうですね、伸び始めてる、はい、これはですね、まあ、私もこう子育て事業とかをやる中で、うん、まあ、この国の一番の課題は高齢化と、うん、人口減少だと思うんですよね、うんうん、でクライアントからももういろんな業界から
人が足らない、人がいない、なんとかもう紹介してほしいっていうお声掛けはいただくんですが、やはり若い人たちが急激に減っていく中で、この日本という国を伸ばしていこうと思えば、外国人の方に来ていただいて、この日本を好きになってもらって、もう日本人の方と結婚したりとか、ずっと住む、日本で子供を産んでいただいたりとかっていう形で、どん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 こう頑張っていただきたいなと。なるほど、なるほど。そういったまあご支援とともに、我々として、この産業界に貢献できることはないのかなというので、もう今一番ここに力を入れております。創業事業のメインのところと、あと保育、介護、新領域、どれもこれからますます、そうですね、今後は どういうその構想ですか。そういったところはどん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 伸ばしていって、まあ、早期に売上で1000億以上とか、今約500億、そうですね、今期で530億ぐらいの、まあ、目標設定なんですが、やはり社会にいい影響を与えていこうと思えば、ある程度の事業規模にならないとダメだと思うんですね。なるほど。例えば介護施設で、希望があれば亡くなりになるまで看取りをしてても、大手さんからあ、これちっちゃいからできるんやみたいに言われると、反論もしようもないので大きくなってこう、あそこがやってるんなら、きちっと我々も看取りをしないと、評価されないよねって思ってもらえる事業規模にしていきたいなって思ってるんですね。で、保育も日本一になろうよというのは、日本一っていうのは売上とか施設数だけじゃなくて、保育の質、そういったところも含めてリーディングカンパニーになっていきたいなと。なるほどですね。ますます楽しみです。はい、いやいや、これからもご支援してください。ご支援、講師ともに。じゃあ岡さん、また改めてぜひ、これにもぜひお越しいただきたいんで、今後ともよろしくお願いします。そうですね、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。